東大王っす。あ、俺も東大王。二人とも東大王。どういうとこなんすか。なんですけど、勉強の勉強のなんか一部にならなくもないっていうか、知識が増える。全く知らないけど、見てて楽しいなって思ったりするんです。爽快感みたいな、なんかそんな感じ。なんか応援してる人、クイズのパネラーで。ジャスコス、ジャスコ林。ジャスコ林、ジャスコ。どういうところが好きなんですか。ジャスコ林なんか毎回すごい一生懸命やってる感じがいいと思います。一生懸命さがったんだ。あなたはあえて言うなら何王ですか。何王かな。何やろ。年号。あ、年号。年号。年号。日本史の選択してるんですけど、なんかあんまりその中身とかあんま知らないですけど、年号だけは覚えてるんですよ。あ、そういう意味では年号。年号っす。年号になんか問題出してる。あ、年号にですか。気有約定って1600系な。あ、そうそう、当てます、当てます。仏像や。あ、仏像。仏像や。あんま自分で言いたくないですけど、いや、もう全国で言う話で。何の仏像好きですか。あ、今日はちょっとあんま一言じゃ語り尽くせないですよ。じゃあ仏像に関する問題だったら東大王に勝てるシーンは。あ、それいけるじゃないですか。おー、いきます。多分いけます。多分いけますね。いける。はい、はい、じゃあなんか仏像の豆知識ください。なんか実は有名な仏像とかにはちゃんと体の中の臓器とかが布とかで作られたのが入ってるっていうのが、レントゲン写真を撮ったら分かったっていうのは、これは意外と知らないことかなと思います。なるほど。はい。